ありがとうございます。俺ほんまにマジで寝起きでカメラを回しててうん、びっくりしたエブリデイ。え？エブリデイ。エブリデイです。君らが早すぎる。今何時？遅かったのに、昨日7時だけど、6時半ぐらいから起きてたのかな。眠たい。もうわかるじゃん。電気つけたからね。今日あっちの窓が。窓が。もう7時やからね。みんな寝よう。やあ。いやあ。まあ一回起きたらもう寝れへんから。そうです。ハロマ。全然寝れるタイプ。パパめっちゃ寝れる。寝とき寝とき。おはる何食べてる？え？チョコとチョコチップのパン。チョコ。はるちゃんはメロンパン。メロンパン好きなの？メロンパンしか食べない。はるちゃんの顔の大きさぐらいね、それ。めっちゃでかいメロンパンだ。ちょっと待って。メロンパン持ってくるわ。また食べるの？え？メロンパン布団にあるの？すごいですね。これ一緒。ほんま一緒。でもそう、サイドヘッドぐらいされてください。ほんまのメロンパンかと思った。まあまあか、これの大きさをサイドヘッドぐらいかけるわけだ。サイドヘッドって言ってよかった。でも、ほんまのメロンパンもスクイーズに見えてるな。ごめん、ちょっといい。あれやん、メロンパンの中にメロンパンの中にクリームあるタイプって。違うな、メロンパンの中にパン入ってる。斬新。斬新。はるちゃんのメロンパン、それ本物？うん。スクイーズじゃないやんな。これ何を言ってる？あれね、でもなんかさ、この中でこのスクイーズ入れたらなんかどっちでしょ。リアルやな。リアル。はるちゃんのパパやったら全部食べれそうやけどね。一口で食べれるかもよ。うん。確かに。パパ、お寿司前3人分のご飯食べてた。そう。あ、違う、お寿司ちゃん、うどん。はい。ちょうとしてるやん、カス。ほんまや。ひなちゃん、パパ知ってた？何？ひなちゃん、何でやるときな、めっちゃ布団の中にお茶入れてるみたい。へぇ。全部出した。早朝の撮影も